だから結局その人を集めるとかお金をどうとかじゃなくて、そういう自然農法をに合わせる、なんていうのかな、まあ、自然農法のことを理解してそれに合わせられる生き方っていうか生活の仕方がもう消費者にはできないなっていうふうに思ってるから、仮にそういうのを作ったとしてもうまくいかないと思ってるから、うん、だからまあ、で仮にできたとしてももううまくいかない、それはうまくいかないし、自分もそういう消費者に合わせた作り方ができないから、うん、それはもう長くはどうせ続かないなって思ってるから。私は吉野さんがなんでって聞いて、私がやって何も振り向いてくれないからどうしてって言ったら、だってねって、僕たちは朝も昼も夜も毎日ね、毎日毎食同じもの食べてんだよって、で無理でしょって、あんたたち無理でしょって言われたの。それの時にハッとして、なんて目から鱗っていうかね、本当にそういう思いだったんだけど、まあそれはそうだよ、だって農業がなかったら生きていけないもの、うんうん、だからね、みんなに知らないといけないんだよね本当はね。だからそのそういうそこに例えば畑に行きたいとか、うん、その行かなければならないとか、うんうん、学びに行かなきゃいけないとかっていうんじゃなくて、そこに行きたいとかっていう、そのそういう風になったらいいなと思うんだよね、うんうん、このためにとかじゃなくて、もうそこに行きたいと、楽しい嬉しいっていう風に、まあ、なって もらいたいし、まあ、そういう風になってもらえるように、こちら側も、うん、やっぱりならなくちゃいけないというかね、そういう風になりたいなとも思うしね、まあでもそれはやっぱりお互いに課題ですね、うん、どちらにしてもなかなかそこには簡単にはいけないけれども、でもまあそういう風にね、なれたらいいなと思いますけどね。